出身のファッションデザイナー。自身のデザインによるカラフルな布地を用いた、医療品、家庭用品によって、世界中に、名前が知られるブランドを築いた。本項目では、彼女が起こした、ファッション、家庭用品ブランドを扱う会社、ローラーシュレイホールディングスについても記述する。ウェールズ南部のマチマーサーティドビルに、ローラーマウントニーとして出生 厳格なバプテストの家庭で育った。当時通っていたのは、ウェールズ語の教会で、言葉はわからなかったものの彼女は、好んで通っており、特に歌が好きだったという。1932年まで、マーサー・ティドビルのマーシャル校に、続いて、ロンドン南部のエルムード校に通った。その後は、ウェールズに戻って、秘書学校で学んだが、16歳で退学。 第二次世界大戦中は、イギリス海軍の女性部隊に所属し、1945年から1952年の間は、ロンドンのイギリス婦人会連盟で秘書として勤務していた。この頃、当時義士であったバーナード・アシュレイと出会い、1949年に結婚した。当時、ローラは秘書として働きながら二人の子供を育て、その合間にナプキンや、 テーブルマット、ティータオルのデザインをしていた。このデザインを、ロンドン中心部のピムリコにあったアパートの屋根裏で、夫のバーナードが自作の機械を使ってプリントしていた。夫妻は10本どん、プリント用器枠や染料、リネン記事に投資していたが、ローラは、ビクトリアアルバート博物館で、婦人会が伝統的な手工芸品を展示していたのを見て、 プリント柄布地の生産を始めることを思いついた。パッチワークに使うため、ビクトリア・朝風のデザインをあしらった布地を探したところ、そのようなものは出回っていないことがわかり、これを機械と捉えたローラは、1953年に、ビクトリア朝スタイルのスカーフの生産を開始した。同年、女優のオードリー・ヘップバーンが出演した映画、ローマの休日において、 ヘッドスカーフを着用していたことで、このスタイルの世界的な流行が生まれた。アシュレー夫妻のスカーフもすぐに人気となり、通信販売や百貨店チェーンのジョン・ルイスなどの店舗で多くを売り上げた。これによりバーナードはそれまでの仕事を辞め、プリント布地の生産に専念するようになった。以後、ローラが製品のデザインを手掛け、 バーナードがプリントの機械を作るという体制となった。バーナードは後に経営を担当するようになるが、ローラは死去の直前までデザインの責任者としての地位にあった。売上げの増加に伴って人材を雇用し、正式に会社組織となった。最初はローラの旧姓を用いたアシュレー・マウントニーという社名だったが、扱う商品を考えると、 女性の名前を使った方がいいというバーナードの意見によりローラー種類に変更された川野駅1965年に営業休止となりその2年後からローラー種類車が工場として使用していた1970年代にローラがデザインしたドレス1955年会社はケントに移転したしかし1958年川の氾濫によって 機械設備や材料が大きな被害を受けた。また夫妻に3人目の子供が生まれたのをきっかけに、アシュレー家は1961年に、ローラの故郷でもあるウェールズに移り、ウェールズ中部のカーノーという村に落ち着いた。最初は、村の社交クラブに拠点を置いていたが、1967年、営業休止となっていた村の駅に工場を構えた。この時期は、 会社の発展にとって重要な時期であった。バーナードが新たに開発したプリント技術によって週に5000メートルの布地を生産することが可能になり、またそれまで作業着のような服ばかりを手掛けていたローラも1966年に初めての社交用ドレスを制作した。このドレスの長い丈のシルエットは以後ローラーレ類のトレードマークとなった。これは 1960年代の終わりにかけて、ファッションの潮流が、ミニスカートから、ロングスカートへと移っていった時期とも重なり、会社の業績をさらに押し上げる力となった。ある新聞は、ローラーシュレーを着た女性なら、映画、明日に向かって撃て、の主演女優、キャサリンロスのように美しくなれるだろうと書いている。1970年までには、 年間の売上高は30万ポンドに達していた。1968年、ローラーシュレーの夜号で最初の店がロンドン中心部のサウスケンジントンに開業。さらに1970年にはイングランド中西部の町シュルーズベリー・トバースにもオープンした。ロンドンの店では1週間だけで4000着のドレスが売れるほど好調であり、このため工場をさらに1カ所。 ウェールズに増設することになった。1974年にパリに出展した際、その後、ローラーシュレイの CI として定着する緑色のブランドロゴと木目調の内装を初めて採用。さらに同年、サンフランシスコにも出展してアメリカへの進出を果たした。ライセンス生産により、1971年からオーストラリアカナダや日本の百貨店などでも、 商品の販売が始まった。1975年までに会社は全世界で1000人以上を雇用するようになっていた。1977年、ローラはイギリス政府より大英帝国勲章授与の申し出を受けた。この時はバーナードに対して何の報奨もなかったため受章を辞退したが、代わりに英国女王賞を受けた。 創業25周年となった1979年には、香水が商品ラインナップに加わった。その後、新たに家庭用品の展開も始まった。1985年、60歳の誕生日に、ローラは、娘の家で階段から落ち、病院に運ばれたが10日後に、脳出血のため死去した。亡骸は、カーノのセントジョン・バプテスト教会に埋葬された。 ローラの死から2ヶ月後、ローラーシュレイホールディングスは株式を公開。1980年代にはバーナードがナイトの社位を受け、会社も新たな子供服、家庭用品のシリーズを立ち上げた。しかし、1980年代の終わり頃には、ローラーシュレイは流行遅れとなっていた。女性の社会進出が進み、ローラーシュレイの持ち味とはなじまないシャープなラインの スーツや肩パッドがもてはやされていた。また、バーナードの強い個性や風変わりな経営手法は、経済界からの支持を弱める結果ともなった。1990年代初頭、会社は、過剰な出店と、外注先ネットワークの複雑化、高コスト化に苦しんでいた。1991年、アメリカ人のジェームズ・マクスミンがバーナードへ圧力をかけ、CEO に就任。 その後2年半にわたり、製造工程や流通の問題を解決するなど、数々の変革を実行した。一例を挙げると、500近くに上るローラーシュレー店舗の配送サービス改善を狙い、フェデラルエクスプレスと10年間の戦略的な提携を結んだ。目標は、商品の99%を全世界どこにでも48時間以内に配送する。 ことを可能にすることであった。この提携により、それまでの球体依然とした配送システムが一新され、香港で製造された T シャツを日本へ届けるのに、わざわざウェールズの実社倉庫を経由するというような無駄がなくなった。会社が40周年を迎えた1993年、バーナードは会長職を辞し、就寝名誉社長となった。その後も、アシュレー家は、 会社の経営及び発展に関与している。1992年、マックスミンによって会社は1989年以来となる黒字を計上。1993年の会計年度では1200万ポンドの黒字が見込まれていた。ところが、1994年4月、マックスミンはオバーナードとの意見の違いを理由に突如、辞任する。 世界的に景気が後退する中、会社は子供服や家庭用品ラインアップの立ち上げによって、その影響を何とか交わしていたが、その後、マックスミンの後任として何人もの CEO が変わるなど迷走し、1997年に深刻な財政難に陥った。1998年5月、マレーシアの企業グループムイアジアが会社の大株主となる。 新たな経営陣の下で、会社は再び業績を回復した。しかし、クリスチャン・デュオールや、ジバンシーでも活躍したデザイナー、アリステア・ブレアとの契約を2004年に打ち切ったり、2005年3月には、ローラーレーブランドの香水を製造していたロレアルに、対して2800万ポンドの訴訟を起こしたり、また、 賃料の上昇のためにロンドンリージェントストリートの基幹店を閉店するなど、迷走はなおも続いた。2006年1月に CEO に就任したリリアンタンは、売上のうち医療の占める割合を22%から14%に減らす予定とした。商品ラインアップの中で、家庭用品が最も利益を上げているため、店舗では医療品スペースを削って、 家庭用品に回す動きがあることによるものである。2020年3月17日、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上げの低迷と大株主である無為アジアからの資金援助が受けられなかったことにより経営破綻にし破産申請を行った。その後、アメリカの投資会社ゴードンブラザーズが新たな買収元となった。ローラとバーナードはビジネス面。 私生活の両方において素晴らしいパートナー同士であった。夫妻の間には4人の子があり、ローラは家族との暮らしをこよなく好んでいた。しかし、事業の拡大とともに、息抜きができて創作活動に使える場所が必要となってきた。そこで、夫妻は1970年代初頭、フランスに家を購入し、家族と会社の間は、バーナード自身がパイロットとなって、 飛行機で往復することになった。フランスに今日構えたことで、ローラは自らの原点である記事デザインに再び戻ることができた。夫妻の4人の子供たちはその後全員が会社に関わっている。長男のデイビッドは店舗デザインの担当、長女のジェーンは会社のカメラマン、次女エマと次男ニックはファッションデザインチームの一員となった。バーナードは その後、2009年2月14日に、ガンで亡くなった。1987年、ローラをしのんで、ローラ・アシュレー基金がバーナードによって設立された。この基金の目的は、個人が、自らの能力を発見し、その才能を引き出す手助けをするというものである。基金の運営には、アシュレー家の人々が、積極的に関わっている。日本においては、 1985年に東京、銀座にローラーシュレイの第1号店舗がオープン。翌1986年、イオンとの合弁により、日本法人ローラーシュレイジャパン株式会社が設立された。1992年にはアジア市場に進出し、台湾、香港に合計3店舗を開いた。2000年代以降は、 イオングループのショッピングセンターなどへの出店を加速。日本及び香港、台湾を営業範囲としてピーク時に約140店舗、2017年2月時点においても日本国内に112店舗、海外に16店舗を展開していた。2018年2月、英国ローラーシュレイリミテッドとのマスターライセンス契約が同年9月17日で満了するのを機に、 契約を終了することで合意し、ローラーシュレイの事業を終了することを発表した。これは、イオンの不採算事業見直しの一環であると、報じられた。これに伴い、英国ローラーシュレイホールディングズ PLC は100%出資し会社の、日本法人、ローラーシュレイジャパンカンパニー合同会社を設立し、同年8月に、渋谷区に、事務所を構え事業を開始、日本および、 アジア地域におけるローラー種類の全事業を総合的に運営している。また、イオンと入れ替わる形で、伊藤中将寺が英国ローラー種類リミテッドとマスターライセンス契約を締結し、日本における独占輸入販売権を許諾された。2019年11月には、ワールドグループが伊藤中将寺とサブライセンス契約を締結し、 2021年1月30日の東武百貨店池袋本店への出店をはじめとして日本での再展開を開始した。ありがとうございます。